1959年式 121-131-123GT-131 リア221リアボルボ P120K はスウェーデンの自動車メーカーボルボが1956年から1970年まで生産した中型乗用車である。当初はボルボアマゾンとして発表、発売されたが、 その後ドイツのオートバイメーカークライドラーがこの名称を商標登録していることが判明し、1959年以降、本国スウェーデン以外では、ベーシックモデルが121、ツインキャブの高性能版が 122S と解消された。1961年以降は、本国でもこの名で呼ばれることになったが、今日でも、ボルボアマゾンとして、世界的に知られている。 全身の PV 系と比較して、PV 系が1940年代前半のフォードなら、こちらは1950年代前半のクライスラー系や、カイザーイコールフレーザーの影響を感じさせるスタイルとなっている。P120 系ではより近代的な設計となり、ボディも4ドアとなったが、ホイールベースは同じ 2600mm であり、 当初のエンジンも p v 系と同じ3ベアリングオフ 1583cc の B16K で、前述の通り、121はシングルキャブの B16A で66馬力、122S にはツインキャブの B16 バイトは85馬力が搭載されていた。リアサスペンションは固定車軸式ながらコイルスプリングを用いたリンク式に進化している。 1959年には、世界で初めて三点式、シートベルトを装備。1960年からはダッシュボードにソフトパッドが貼られるなど、安全対策も順次強化された。当初は4ドアセダンの121、122S のみで、あったが、1961年、1962年モデルには、 北米をはじめとする輸出市場での拡販を狙い、2ドアセダンの131、132S と5、ドアワゴンの221、222を追加、エンジンも5ベアリングオフの B18 型 1778cc となった。これに伴い4ドアの121は廃止され、122のみとなるが、従来モデルである、B16 バイトエンジン搭載の 122S との、 区別のため、122からや12 B 1.8や 122B18 と呼ばれることもある。トランスミッションは車種により3足、4足、4足、オーバードライブが選択できたが、1964年には、ボルグワーナー製オートマチック BW35 型も選択可能となった。ラリーやツーリングカーレースで活躍した、 t v 5 4 4が1965年をもって生産中止になるとその市場を受け継ぐべく1967年にスポーティ版の 123GT が追加された。エンジンは P1800 と同じ B18 バイト型ツインキャブでフォグランプやタコメーターなどの装備も追加された。GT モデルは二度穴がら10の位が2となっている。 1969年には、12台の 2000CCB20 バイトのエンジンを積んだ 123GT が作られた。さらに 123GT 以外で 2000CC の B20K エンジンも選択できるようになり、翌1970年に生産終了となるまでの14年間に667,323台が生産された。 日本にも当時のボルボ輸入代理店であった北欧自動車によって多数が輸入され、柳瀬が販売した。耐久性に優れ、超寿命なこともあって、現在でも当時の正規輸入車がしばしば中古車市場で流通している。ありがとうございます。